ったけど。スカパーの配信はね見られますよ。私は大丈夫。番組表続きを読む。これここから見られないの？ないんだけど。状態で合ってるかな。はい。大丈夫です。まあ大丈夫でしょう。多分聞こえなくてさ、よいしょ。とかそういうタイプのね、ヘビーローテーションしてしまうかな。やってる曲を結構を知る機会がそんなにないかな。流行ってる曲とかもあんまり知らなかったりするから、その全然、しかも最近の曲とは限らない。大体、見つけるのは、なんだろうな、例えば好きな歌い手さんが歌っていた曲とか、まあ、別にそんな好きな歌い手さんもいないな、なんかそのまあだからそういう逆輸入だよね。たまたまとか、まあ今だと TikTok とか多いんだろうけど、そうそうそう。だからハマっている曲を例えば3曲とかまとめて、そう、もうあと好きなの、好きなジャンル、プロセカの曲だから、私はもちろん別に全然普段プライベートで聞くのない広告で「ダイナマイト」と「バター」しか。
よく聞いてたりするけど、やっぱね、あの聞き込みますよ。まず聞くから、そう、それ聞かないことはない。そう、ちゃんと聞くけど、もちろん何度も聞いて、ここはこうやって歌おうとか、自分の中で頭のイメージを作るから、そう全然聞くんだけど、ボカロが多いな。でボカロもそのそう別に誰かのがこうで好きだな。私もさ作詞作曲はやってみたいけどね。ことあるなっていう音曲になりそう。すごい単純なメロディーですけど、ショーっぽくいいんだよな。あとリズムが平坦、なんか合唱っぽいんだよね。いや、そう、私が今まで触れてきた音楽がそういう音楽が多いからなんだけど、うん、そう、なんかそう合唱っぽいんだよね。なんかだからもうちょっと違う、なピアノで弾いてるからなのかな、なんかキーボードとかにしたら変わるかな、なんかキーボードみたいな、キーボードとかにしたらあれかな。え？思ってたんとちゃう。ちょっと思ってたんと違う。待って待って。え？思ってたんとちゃうんやけど。フルート、オーボエ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 の音にしました。みたいだね、RPG の最初の村みたいや。
ごめん、私ほんとわかんないけど、ちょっとオーボエがすごく、オーボエがすごくなんかRPG っぽいからやめるね。ギターとかの方がいいんじゃない？ストリングス、ボロボロ。315音ね、これね。これはストリングス、ストリングスだって。まあなんかいろいろあるんだよね。みたいなのもあるし、いろいろあるんですよね。これがグランドピアノ。ないんだけど。ね、だからまあ作曲は今言った通り合唱曲になっちゃうんですよね、やろうと思うと。何なんだろうね、コードとかの問題なのかな。先にコードとか作った方がいいのかな。したらあれか、先になんかコードができるベースから作り始めるとかの方がいいかもしれないね。
かんないけど、ちょっと何からやればいいのか分からないんだけどね、例えばね、難しいですけど、難しいよ。作詞作曲は多分なんとなくでできるもんじゃないと思う。ちゃんと勉強しないとできない気がしますけどね。どうなんでしょうか。なかなか難しいですけど、まあリズムから考え、まあ人に言われるよね多分作曲ってね。始まりの歌がいつまでも。どうやって作るんだろう歌って。意味らしいシャーベットタタ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 タ。まあ型にはまってらない、型にはまらない音楽って何でもありだからね。そう、た J-POP、 そうだね、多分私の場合鼻歌から作った方がいいと思う。なんか適当に歌う適当に歌ってた方がいいと思う今日は朝から水を114リットル飲んだよああまあいいかそんなもんだよ水は飲んでもいいだろうなんかやっぱ合唱っぽいんだよね私なんか歌い始めるとあ、カタロー、なんか合唱っぽい。そう、合唱部やってたかな、うん、もうちょっとボカロっぽい、その最近の感じでできないかな。うんうん、なんだろう、だあいおお朝が来たらいつの間にかなんか多分一音ずつ上がってくのがダメなんだろうな。のどきょうも一日お疲れ様だだだだ、ダメだなダメだな、作曲センスがないかもしれない。今日も今日も一日お疲れ様ララララ。ボカロは歌詞考えずにラララで作って、あとは歌詞に差し替えると良き。だってララ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 
けるかもしれない。でもそういうことですよね、きっと。適当に作ってて細かいところはもう後で直していく。多分ね、あのもうそっからそこまで来るともうちょっとしたもう誤差ですよね、きっと。やっぱ音楽ね、そのなんだろう、でも普遍的になってしまいそう。曲はコードから作る人が多い。やっぱそうだよね。なんかそれこそ丸さ、丸の内スタディスティックのコードとかは、たーちゃーちゃーんちゃーらーちゃーちゃーちゃーのコードは使いやすいとか言ったりするもんね。まあおいおいですね。今日はもうここからあの全然作詞作曲とか関係なくても歌なので、歌ですからね、歌ですから。もうどうね、緊張、もちろん緊張ほぐれましたけど、だいぶ。まあカブトムシの時は私が緊張しすぎてさ、あのカブトムシの絵描いたりしましたけど、今はね大丈夫。すぐ始まっちゃうからさ、あと10分か。ね、ドキドキ。今日は今日のうちにまあ10位一桁台に行けたらいいよね。とりあえず一桁、あよくば5位以内が入れたらいいけど、わかんないね。絶妙ですね。5位の中に入れたらいいんだけど、できるかは分かんない。ツイッターしとくか、もう始まりますよって言っとくか。やばい、ルイボスって飲み干しちゃった2本。これで 1200ml 飲んだことになってる。やば。ツイッターしとこう。ドキドキだね。待って、どれをツイートしたらいいかな。どれがいいかな。まもなく始まります。まもなく始まります。間違えました。あれ、私これ同じツイートした気がする。ちょっと待って、あ、メールにした。ツイートしました。まもなく始まります。 NGT はトップバッターです。ドキドキだドキドキだ。ワクワク。まあ、あペットボトルが落ちていくまあね、この配信は放送が始まるまでということで
まあじゃあ皆さん明日はね、その2回ぐらい配信するかな。放送前の配信と放送の発表の瞬間は同時配信をやろうと思ってます。そうだからもうこれでも今これ見れる状態です。ドキドキワクワクわーやばい。いや緊張はそんな、いやでもドキドキしてるかな。比較的ドキドキしてる私の気持ち的に。キャーテンションが変なんだけど、今日中間の結果発表があって、明日最終結果発表ですね。20人の中に入れたら決勝進出でございます。結構でもね、決勝のその発表、決勝ってか予選突破の発表がさ、そのもう中間で出てるメンバーってその前後が誰か分かってるから、例えば私よりも上の人が20位で呼ばれちゃったらもう私は落ちてるし、まあ、実際は15位なんだけど、その私よりも下の人、下だった人が呼ばれれば、あ予選突破したってなるから、なんかそんなに決勝に比べるとドキドキは少ない。それだけ、ほんとどこで呼ばれるかだけだから。そう、特訓ドキドキ。だから今日はまあ一桁内にいられたらいいなって。だからそう、最初の中間が一番ドキドキする。そう、今日ね放送が確か、NGT と SKE が順番で最初なのかな。 NGT、SKE、NMB、STU だったかな、確か違ったかな、確かそうなんだよね。だからそうなってくると、その多分 NGT と SKE が終わったタイミングで中間発表があるから、そこでどこまで上で上がれるか、それだけ本当に。まあ例年通りだったらあるけど、もしかしたらないかもしれないから、それは分からないけど、緊張するな本当。そこだけ、なんならそれ以外はもう流れに身を任せるしかないから。ね、もしかしたらもう今年はいや中間発表はしませんっつって、もう最終結果しか出さないかもしれないからね。その辺は全然わかんないんだけど、そうそうそうでも楽しみだな。あとやっぱ個人的に嬉しいのは、そのメンバーのメンバーの歌にその審査員の方がアドバイスとかくれるんですよ。例えば去年だったら、私バンドマスターバンマスの方に、いや三村さんは日本語が聞き取りやすいからすごいって言われたんですよね。ハキハキしていて歌詞が聞き取れるのがすごい、なかなかやっぱそう思っててもね、そうそうそうっていう風に、そのなんていうのかな、ね、やっぱ難しいですからね日本語を届けるっていうのはね。そうだから、そういう風にアドバイスいただけるのも嬉しいから、そうそうそう、ワクワクということでね。
う準備満タンらしい。配信は生放送だから、うん、ドキ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 。そう、収録、私の歌、私たちの歌は収録なんだけど、審査は生放送だからわからないの。ドキドキだー、怖ーい。いやー、緊張してきた。いやー、皆さんいいですか、皆さんいいですか。やめちゃう、やめちゃう。あー、変なテンションになっちゃった。ドキドキします。頑張ります。いや、頑張りますというか、頑張ります。私生誕祭の時もこんな感じだったんだよね。だから緊張してないとか言いつつね、テンションおかしくなるのよ。ということで、まあ9時1分からスタートって書いてあったかな。いやー、緊張するなー、緊張するなー。ピーボピーボ、ということで、まもなく9時にもなるので、ギフトもありがとう。壇上を読みます。長々とありがとうございました。13位新一さん、12位くじちさん、11位昔からおじんさん、10位こたつ猫さん、9位新潟かずさん、8位エルトさん、7位シンチャロスさん、6位ベロさん、9位ヒロシさん、4位マスルデスさん、3位イチタさん、2位太郎さん、1位ひよりげたさん、ありがとうございます。よし、お、9時になった。9時1分から配信開始かな。これ、ここから見れるかな、ここから見られるのかな、始まるのかな、ちゃんと9時1分。あ、多分タイムラグか、うちタイムラグあるのかもしれない。始まった、マジ。まだ始まってない。シリーズ始まった1分遅れぐらいなのかな、配信は。ということで、みんなよろしくね。私頑張ってるから見てて。9時1分なった。あ、来ちゃう。